日本鹿児島県鹿児島市中央町中央町は鹿児島県鹿児島市の町。郵便番号は8900-0053。人口は2641人、世帯数は1623世帯。中央町の全域で住居表示を実施している。町域内にある鹿児島中央駅は九州新幹線などの路線が発着する鉄道の結節点となっており、 鹿児島市の陸の玄関口の役割を担っている。鹿児島市の中央部、高月川下流域に位置している。町域の北方から西方にかけては西田、南方には上荒田町、西方には武市、東方には上野園町、鍛冶屋町がそれぞれ隣接している。西端を南北に、鹿児島本線及び伊布杉枕崎線、西方より九州新幹線が通っており合流部に、 鹿児島中央駅が所在している。ほぼ、鹿児島本線に沿って、鹿児島県道24号鹿児島東1汽船が通り、鹿児島中央駅北交差点で、鹿児島県道21号、鹿児島中央停車場線が天文館方面に分岐する。また、鹿児島中央駅東口交差点により、 東方に向かってナポリ通りが、鹿児島中央駅南交差点より、南東方向に港南通りが伸びている。鹿児島中央駅東口交差点付近には、鹿児島市電の鹿児島中央駅前電停があり、鹿児島中央駅駅舎などとそれらを結ぶ、ツバメロードと呼ばれる地下道がある。中央町という町名は、市街地の中央に位置することに由来している。 1959年頃の西鹿児島駅、駅前広場現在の中央町の区域は、上原田町、上野園町、部町、西田町の各一部であった。部駅の設置と交通網の形成。編集1913年に、川内線が鹿児島駅から延伸し、部駅が部町に設置された。2年後の1915年には、鹿児島電気軌道が、高堅電停から、 武駅まで路面電車を延伸した。武駅は1927年に川内線が鹿児島本線となったのに合わせて西鹿児島駅に改称した。1937年には西鹿児島駅と鹿児島郡谷山町の五位の駅までが開通し、それにより西鹿児島駅の乗降客数が増加した。第二次世界大戦の終戦、編集第二次世界大戦の終戦により、 物資不足が発生し、それにに近して闇市と呼ばれる露店が西鹿児島駅前に出現した。西鹿児島駅前の闇市は、いぶすき枕崎線沿線の地域から供給された商品を販売していた。また、戦災復興事業として土地区画整理事業が施行され、現在の中央町の区域は中須工区として事業に着手した。西鹿児島駅の中心駅か。 編集鉄道が開通して以降、鹿児島市の中心駅は、鹿児島駅であったが、1959年から、鹿児島駅の降車客数を、西鹿児島駅が上回るようになった。また、1967年には、急行列車や特急列車の四十八駅が、鹿児島駅と西鹿児島駅に分けられていたが、西鹿児島駅に一元化された。その結果、西鹿児島駅を中心に、 食料品や日用品、医療品などの小売商店が活況を呈した。鹿児島中央駅も参照また、1968年には西鹿児島駅の隣接地に鹿児島中央郵便局が建設され、鹿児島県の統括局としての役割を担うこととなった。1962年に住居表示に関する法律が施行されたのに伴い、鹿児島市は、 鹿児島市街地域の住居表示に着手した。西鹿児島駅前一帯において、町会長名の変更が実施されることとなり、1970年に鹿児島市上荒田町、上野園町、部町、西田町の各一部より分割され、中央町として設置された。2004年3月13日には、九州新幹線が開通し、新幹線の開通に合わせて、 西鹿児島駅から鹿児島中央駅に改称された。また、半年後の9月には、九州旅客鉄道グループの JR 鹿児島シティが経営する駅ビルであるアミプラザ鹿児島が開業した。新幹線の開通以後鹿児島中央駅の周辺では2009年には、南国食産関連企業が入居する南国センタービル、2010年にアエールプラザ、アエールタワー、 2012年にはスターミナルやホテルなどが入居する鹿児島中央、ターミナルビルなどの大型ビルが相次いで建設されている。以下の表は国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。主要、地方道士導九州旅客鉄道九州新幹線、鹿児島本線、いぶすき枕崎線鹿児島市交通局、 鹿児島中央ターミナル私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。